50周25セント硬貨の裏面に描かれたスーザン・コンスタント、ゴッドスピード及びディスカバリー・ディスカバリーは1606年にクリストファー・ニューポートに率いられて植民を目指し来たアメリカ大陸へ向かった3隻のバージニア会社の船のうちの1隻である。この船の入植者は来たアメリカ大陸におけるイギリスの最初の永続的な植民地であるジェームズタウンを建設した。 ニューポートは1606年12月20日、スーザン・コンスタント、ゴッドスピード、ディスカバリーの3隻の船に105人の入植者を乗せ、ロンドンからバージニアに向けて出港した。ディスカバリーは少なくとも1602年より前に浸水していた3隻の船のうち最も小さい船で21名が乗船していた。この船団は約4ヶ月かけて大西洋を横断し、 1607年4月26日に、チェッサピークワンワン港のヘンリー岬に到達した。そして、入植に適した土地を求めてジェームズ川を遡り、5月13日に川口から約5 0トル遡った地点を入植地に定めた。この土地は、ジェームズタウンと名付けられ、北アメリカ大陸における、イギリスの最初の永続的な植民地となった。1607年6月に、 ニューポートがイギリスに戻った後も、ディスカバリーはジェームズタウンに残され、沿岸の探検などに用いられた。ジェームズ川沿いのジェームズタウンセトルメントには、数在コンスタント、ゴッドスピード及びディスカバリーの3隻の船のレプリカが展示されている。ありがとうございます。